アンドレア・ドゥンゲリアは、ナポリ女王・ジョバンナ一世の最初の夫。カラブリア・コー、または、アンドレア・男女とも、ハンガリー5名は、アニョー・アンドラーシュ、またはエンドレ、ハンガリーをウライヨシュ一世の弟にあたる。ハンガリーをカーロイ一世と3番目のヒエルジェベとの、間に4、男として生まれる。百三十三年。 6歳で最重枚のジョバンナと結婚した。王子のナポリオーロベルト一世は1328年に唯一の男子であるカラブリアコーカルロを亡くしており、ロベルト一世の死後、アンドレアはカルロの三女であるジョバンナと共に自身の権利により共同国王となる取り決めを交わした。しかし1343年にロベルト一世が死去した後、ジョバンナは単独で、 女王に即位し、アンドレアは王廃及び元来は王位継承者に与えられるカラブリア公の地位に留められた。2年後の1345年にアンドレアは暗殺されたが、これにはジョバンナ一世が関与していたとも言われる。ジョバンナ一世はアンドレアの死後一難を設けたが創生している。カラブリア公、アンドレアの殺害。ありがとうございます。